コネティカットのひょこひょこ、おじさんは、J.D. サリンジャーの短編小説。1948年3月20日に、ザ・ニューヨーカー市で発表された。短編集、ラインストーリーズの2番目に収められている。郊外に住む中流家庭の主婦の孤独を、会話劇の中に描いた作品。グラース家の双子の兄、ウォルト・グラースが会話の中で、間接的に登場する。 1949年に、愚かなり我が心として映画化された。メアリ・ジェーンは、大学時代のルームメイト、エロイーズの家を訪ね、リビングで酒を飲みながら共通の友人について、雑談をしている。二人とも男がきっかけで大学を退学している。そこにエロイーズの娘ラモーナが現れる。ラモーナはメガネをかけて、ジミー・ジメリーノという想像上の恋人がいる。 エアリジェーンは、用事の時間が近づくが、エロイーズは、返そうとしない。そして過去の恋人、軍人のウォルトグラースは自分をよく笑わせてくれた、二人で、バスを追いかけて転んだ時、かわいそうなひょこひょこ、おじさんと冗談を言ったと話し、引き換えに、今のオットルーの悪口を言う。ウォルトは、ストーブの爆発の事故で死んだと話し、エロイーズは泣き始める。外から帰ってきたらモーナは、 ジミーが車に轢かれて死んだという。その後泥酔したエロイーズは、夫からの電話で目が覚めるが、迎えに行くのを断り、メイドの亭主を家に泊めるのも断る。ラモーナの部屋に入り、ジミーが死んだのにどうして、ベッドの端に寝ているのかと怒る。ラモーナが、ミッキー・ミカラーノという、新しいイマジナリーフレンドがいるからと答えると、エロイーズは無理やり、ラモーナを、ベッドの真ん中に寝かせる。そして、 ラモーナのメガネを顔に押し付けて、かわいそうなひょこひょこ、おじさんとつぶやき涙を流す。1949年に、愚かなリワが心の台で映画化された。短編の原作を映画化するために、原作に存在しないキャラクターやシーンが追加され、情緒的で、感傷的な作品となり、批評家から酷評された。サリンジャーも出来には、満足せず、 以後、ハリウッドではひどい目にあったと自作の映画化を承諾することはなかった。足首のアンクルとおじのアンクルをかけている。しかし商業的にはヒットした。ケネス・スラベンスキー、サリンジャー生涯91年の真実、田中博史役、小文百286ページ、ポール・アレクサンダー、サリンジャーを追いかけて、田中啓司役、DHC、145ページ。 ただし1956年に財政的な不安から笑い男の映画家権を売り込んだことがある。ありがとうございます。